何？うん、タクトにしては気が利くわね。仕方ないわね。かわいそうなあんたのために付き合ってあげるわ。嬉しそうな顔したら、このかわゆい私があんたの相手をしてあげるって言ってるのよ。じゃあもっと素直に喜んだら、にっこり笑うのよ。せーの、はい。表情が硬い。もう一度、せーの。そうでしょ。よし、こうしちゃいられないわ。舞踏会のための衣装を揃えなきゃ。買い物に行こうっと。何言ってんのよ。あんたも付き合うの。決まってるでしょ。あんたは当日のパートナーなのよ。舞踏会で着るものを新調したりしないの？しょうがないわね。まあ、あんたに言われるまでもなく、思いっきりおしゃれするつもりではいたけど。とにかく、早く出かけるわよ。ほら、急いで急いで。
まだまだこれからが本番なんだから。なにも、男でしょ。しっかりしなさいよね。次はいよいよメインのドレスよ。ミントからおすすめのお店を聞いてきたの。どんなのにしよっかな。もう今からワクワクしてきちゃう。どんなドレスを着ることになってもいいようにバリエーションを揃えておこうっていうもんじゃない。私全然わかんない。いいから行くわよ。ついてらっしゃい。タクト、どうしたの？早く来てよ。しようかしら、迷っちゃうな。あ、もうちょっと待ってて、今決めるから。だって目移りしちゃうんだもん、しょうがないでしょ。それに晴れの舞台に着ていくものなんだから妥協はできないわ。慎重に慎重を重ねて決めないと。これはデザインが可愛いし、でもこっちのは色が私好みだし。よーし、決めた。これとこれとこれとこれ、この中のどれかにしよっと。ちょっと試着してくるわね。ここで待ってて。ファスナーが閉まんない。ちょっと、えい。聞いてんじゃないわよ。これは服のサイズが小さかっただけよ。いいから向こう行ってて。さて、これちょっと胸がきついわね。無理やり押し込んでみようかしら。よっよっと。やっぱりはみ出しちゃうわ。うわ、こっちのはすごいハイレグね。ボディラインがくっきり浮き出て、大胆といえば大胆でいいけど。ねえ、ただのレオタードじゃない。なんでこんなもんが紛れ込んでたのかしら。やっぱこのドレスが一番いいかな。それともこっち。迷っちゃうな。お待たせ。もう宅配を頼んできたわよ。細かい寸法直しとかも必要だしね。残念でした。それは当日のお楽しみ。ところで、なんか顔赤くない？熱でもあるの？それじゃあ次は靴を買いに行くわよ。それがなかなかいいのが見当たらないのよね。あともうちょっとだけ。
間違いないわ。こんなところで見つけるなんて。この靴なのよ、人類必見の大恋愛ドラマ君の名はシンデレラでヒロインが履いてた靴。そうなのよ、しかも舞踏会の直前になって見つかるなんて、これはもう運命だわ。愛する人と離れ離れになっても彼からもらったこの靴があればいつかきっと会える。そう信じてヒロインはずっと手放さないの。そしてついに再会を果たした彼と舞踏会で踊るラストシーン、ヒロインの足に輝くのはもちろんこの靴。欲しいなこれ。この靴を履けば私もあのヒロインみたいに素敵なダンスができるかしら。何かお探しでしょうか。これって君の名はシンデレラの靴ですよね。これ売っていただけませんか。お客様、申し訳ありませんがその靴は非売品でございます。なんでよ。このモデルは今では手に入らない限定品でして、当店でもディスプレイ用にやっと一足だけ入手できたもんなんですよ。どうしてもこの靴がいいの。この靴じゃなきゃダメなのよ。いや、そうおっしゃいましても。しかし、これは販売促進のためのディスプレイで、一般のお客様には。そんな、美人だなんて、タクトったら。タクト。わかりました。そこまでおっしゃるのでしたら。お客様にお譲りいたします。この靴もきっと本望でしょう。本当に？やった！かしこまりました。お買い上げありがとうございます。え？代金は軍に請求するんじゃないの？
ちょっとだけこの靴を履いてみてもいい？だって待ちきれないんだもん。いいでしょ？それじゃあ遠慮なく。やっぱり履き心地が違うわね。あら？なんでもない。それより舞踏会がすっごく楽しみだわ。タクトさん？いえ。あら、タクトさん。ギリ。まあ、お上手ですこと。ですが、そう言っていただくと。やっとご到着かい？まったく何や。なんだい。あ、こんばんは。ありがとうございます。あ、来た来た。遅かったじゃない。よかった、間に合わないかと思ってハラハラしてたのよ。何よ。やっと気づいたわけ？相変わらず鈍いんだから。で、どうなの？感想は。いや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 、マイヤーズ、待っていたよ、王国の英雄のご到着。いや、あの、おお、それはよ、あの、あ、あいにくです。お前たち、あんたらこそ何様のつもりよ。まあ、もっと若くて美形だったら考えてあげなくもないけど。不愉快だな、マイヤーズ。自分の怠慢を。つまらない権威。芝を知って。いいわ。あの親父ども、踊ってる時に近くに来たら、どさくさ紛れに思いっきり足を踏んづけてやる。あんな連中なんざ、目下の者に。そうね。では。タクトたちも。また。ほら、タクト。私たちも行きましょう。何よ。とても。ねえ、もっと気の利いたセリフの一つも言えないの？そうよ、せっかくの華やかな場所なんだから、それにふさわしい言葉ってもんがあるでしょ？なんて、面と向かって言われるとやっぱり照れるはね。私も思ったことを素直に言ってみようかな。ありがとう、タクト。嬉しいわ。あ、もう始まっちゃったみたいね。失礼。エンジェル隊のお嬢さん、次の曲は戦役が終わりですから。え、別にそういうわけじゃないけど。それでは私と踊っていただけないでしょうか。え、で
も私はタクトのパートナーで。それはラストダンスの時のことでしょう。その時までは噂に名高いエンジェル隊と踊る機会を我々にも与えてくださいませんか。あら、噂に名高いだなんて、そりゃあね。まあ当然だけど。それではパートナー君にも納得していただいたところで、踊っていただけますか、お嬢さん。しょうがないわね。そこまで言うなら踊って差し上げてもよくってよ。わかったわ。じゃあタクト、また後でね。ここにいらしてひどいじゃない。申し訳ね。いいえ、というわけ。さあ、よしてくだ。タクトさん、長いお。私はまだそうだね、そうか。ランファだったらさっきバルコニーの方に行くのを見たよ。けどなんかフラフラしてて様子が変だったね。ランファの故郷では舞踏会でそういう歩き方をするのが正式な作法なのかな。
いくらなんでもそれはないと思うけどね。あ、タクト。なんでもないわよ。この靴はどうするの？私、絶対にこの靴を履くもん。だって、だってタクトに買ってもらった大切な靴だもん。この靴を履いてタクトと踊りたいの。ドラマに憧れてとかそんなの関係ない。私はタクトだけのヒロインになりたかったのよ。今日の舞踏会、とても楽しみにしてたのに。タクトと一緒に踊れたらどんなに素敵だろうって。もう魔法が解けちゃうの？私の夢はもう終わりなの？そんなのってないわよ。タクト。お願いタクト、私なら大丈夫だから。それともどうしてもダメ？踊ろう。ゆっくりとね。そうね。タクトとも、これでお別れなのよね。タクト？私ね。はぁ！地震！？タクト、あれ！外に誰かいるわ。お集まりの紳士淑女の諸君。タクト、無事かい？ねえ、これってどういうこと？エオニア軍ならこの間コテンパンにしてやったじゃない。私たちをそれにしても。警備の手薄。えい、エオニア。いや待て。今日は諸君、ここにいるも、シバを連れてきたもんだ。なんだ？さあ、シバ王子を連れてくれば命を助けるですって。のこのこ乗り込んできて何を寝ぼけてんのよ。そういえば私はここだ。貴様がエオニアか。いかに。我が名は反逆者へ。これを。ではた、遠慮。貴様な。では気安く。そのよ、何度言う。そう、黙れ。できれば。消えた？な、ほっ、警備のか、バカな。驚いてる場合じゃないでしょ。まったく、役に立たないんだから。どうしますか、周りの人たちも。
方も無事だったか。お家こそ。タクト、みんな、無事か。少し前こいつはどう。緊急。どこへ。でも。心配。わかった。ファイヤーズ司令。レオニア軍、現在。敵さん。マイヤーズ。これが。誓って、司令。遅いんだ。こちらエンジェル隊、スタンバイ完了。待ってください。敵戦闘機か。いやー、おー、ま、心配ってことは、やっぱりその戦闘機のパイロットはあんたたち5人なわけ。そのと、ちょっとかん。おや、新たなる。そうだぜ